はい、分科会を再開いたします。それでは休憩前に質疑,質疑を行います。中村委員、はい、どうぞ。それではよろしくお願いいたします。私から1点、前点、先回の代表質問で、代表質疑でですね、公共土木施設の維持、保全、また防災・減災に関する今後の予算の確保ということで、まあ、お願いしですね。 市長から大変力強い回答をい答ただいたとこのように理解しておりまして、本局にしても、そういう意味ではきっと喜んでおられるだと思っておりますが、ついては、それについてですね、さらにもうちょっと具体的な取り組みについて、お尋ねを一点したいなと思っているんです。何かとといますとその中でまあ特に今回 まあ5月からの先ほど来、いろいろ議員が言ってましたけれども、土木みどり事務所、5月から開設ということで,で、これに対して大体いい9億円がですねさらにこう増額されたということで、それに対するまあ準備にかかるですね体制のまあお金はですねそれなりに確保できているなと、きっとまあ皆さん方の方もですも、そういった職員の配置なんかについても、それなりにまあ準備はされていることだと。 あとはです、ね、市民に対してです、ね、どう広報するかと、周知するかと、この辺のところの話ですわ。われわれも当然、ね、東電は聞いてるわけですけれども、市民の皆さん、なかなかです、ね、行政のいろいろやることでの周知というのはなかなか難しい、まあ、このどこの局もそうなんですね。 でまずは具体的に、まあ、皆さんの方で、どのような周知の方策を考えです、ね、取り組まれようとしているのか、ここをまず具体的な中身をお聞きしたいんですが、いかが今井部長。はい、土木みどり事務所開設に向けましたあの周知の状況でございます。 すで、まあ、に取り組みを行っている部分につきまして、申しますと、まずまあ広報発表ホームページで、まず基本的な情報をまずは周知をしております。であの日日でございますが、これはもう各事務所、あのそれぞれ土木、緑、両方ですが、えー、それぞれの窓口、あるいは関係する団体の方に、えー、まあ日日、周知をしておるということでございます。それからあの我々が持っております、いわゆるミッケタイのアプリ、こちらも使いまして、 えー、周知あの、お知らせということでアップをしております、でさらに、えー、市民新聞の2月号、これ、全紙版でございますがあの、えーと、半分ぐらいのページを、えー、いただきまして、えーま、道北緑事務所の解説について、えー、掲載をしておるところでございます、えー、それから、えーっとまあ、特に緑の関係でございますが、先ほどからありました、えー、あの協力会の皆様に関連してます あのニュースレターですね、緑のニュースレター、こちらの方でもあの繰り返し掲載をしていただいているところでございます。それからあの委員の方からあの先日、区役所等で音声で案内をしてはどうかということで、ご提案をいただきまして、のこの間、各区役所とえ調整協議をしてきております。結論としましまてての区役所で、あのー モニターございまして、そちらの方で、あで4月以降になるんですが、あの掲載をしていただくことになりますし、あの一部は音声出ないんで、非常,非常にその点は申し訳ないんですがあのも、音声と画面の形での周知っていうのを、区役所の方でもしていただくということで、一部ちょっと音声出ないところあって、そこはもう恐縮なんですが、あのそういった取り組みを今あの、進めておるところでございます。以上でございます中村委員 はい、いや、今、最後にです、ね、おっしゃったところまでやって今いただいているということも聞いてです、ね、大変まあ心強いというか、ようやってはるなと感心してるんですけれども、私もです、ね、きっとまあずっと、まあ、ペーパーベースで,です、ね、また SNS にしても、もうもう市民新聞なんか、特にそうなんですけれども、載せたから絶対し知られていることは絶対ないのでね、やっぱりそういうことで聴覚で。 というこというのは、まあ、やっぱり、ぐっと残るし。分かれば、また広がるしと。いうことで、今日ですね。いうのは、もう、それやは思って、今日一生懸命ですね。先ほどから、内職で、その。僕やったら、こういう。アナウンスするないの、ちょっと考えたんですわ。ねえ。もう、そちらの方、どのように。ちゃか。まあ、ウグイスとカラスや、私は。どっちか言ったらさあ、ウグイスがやる方がよしはな。カラスがや、やまあ、私はカラスの方で、ちょっと。 試しにやりますけれどもね、例えばですよ、区民の皆様にお知らせいたします、この度車道や歩道などの管理をしております、北部土木事務所と、公園や街路樹などの管理しております、北部緑管理事務所を統合して、新しい名称、北部土木緑事務所に変わりました。 また変わります。でね。変わります。今やったら変わります。場所はこれまでの北部土木事務所です。両方の仕事を一元化し、市民サービスのさらなる向上に努めてまいります。ご理解をよろしくお願いいたします。ピンポンパンポンというですね。これはまあまた来た。帰宅とか上京区とかですね。そういうところのこと。です まそういうい、ね、これを、まあまあ、区役所って前の時言ってましたけど僕、思ったんですねこれ使えるのは他にもですね、市バス、地下鉄、前、まあ言ったらそういうです、ねまあ、地下鉄のプラットフォームも,もう行けるやろうし市バスの中、また、ね、地下鉄の中でも行けるやしこういったです、ね、社内の中での放送なんかも入れられたら。 まあそういうテープとっていうと CD がここなり s n まあとにかくありゃデータがあればですねぱっと簡単なことやと思うのでそういったところも活用しながらですねわっとあで最後のがよろしいやん最後のですね市民サービスのさらなる向上に努めてまいりますという一語を入れてですねアピールしていくというような積極的なですね、まあ、行政のまあ発信というような。 意味でですね、私は交換を持ってもらえるなと、このように思いますんで、そういったところへの取り組みも含めて、まあ、いい形でせっかくこうやって一元化になるんですから、実際、結果として市民サービスの向上につながってもらうのは困るので、まあ、市内の中小事業者の受注機会をです、ね、確保して、地域経済の活性化につながるという、まあ、公共投資がです、ね、そのようにつながっていくようなことをです、ね、しっかり今後もやっていただいて、 まあ、財政経済化と安,全安心安全の確保、この両立をしっかりやっていただくことをお願いいたしまして、最後の局長のご見解、ご決意を聞いて終わりたいと思います、はい、谷口局長。はいえー、先生、この間、本当にあの、えー、土木緑事務所の出発にあたって、えー、委員会、えー、代表室も含めて、えー、継続して応援していただい、本当にありがとうございます。今回またあの アナウンスの原案までお聞かせいただきましてありがとうございますあの今後あのぜひあの参考にさせていただきたいなというふうに思っていますあのま先生からずっとエールをいただいてたんですが、えー、いよいよ、ま、5月の連休明けということで我々建設局にとってみましたらもう本当に大きな船出になるというふうに思っていますで え先生からもご指摘ありました、我々まあ市役所内部の予算ですとか、あるいは体制、これはえとしっかりと整えていくというのはも,うもちろんのことですが、要はやはりあの市民との連携、市民にいかにしっかり認知していただいて、えー、我々われとこう連携をしていただくか、ここが本当にえと重要な点かなというふうに思ってますので、肝に銘じて、しっかりと出発までの間の周知もさせていただきたいですし、えー、出発したあとは、 えー、新しい土木事務所になってより、えー、レベルアップしたな市民サービスが向上したなというふうに言っていただけるようにしっかりと取り組んでまいるあの決意でございます、えー、今後ともどうぞ応援よろしくお願いいたします以上でございますはい、えー。進行いたします河合委員河合委員 よろしくお願いしますはじめに交通バリアフリー対策のことで伺います交通バリア対策等の予算について西京区の上勝良地区阪急嵐山松尾大社地区が挙げられていると聞きましたでまたあのこの間駅のバリアフリー化で阪急上勝良駅松尾大社駅は新たに改札あの口が設置をされて 駅の利用には階段上り下りしなくてもよくなったと喜んでもらっています、次は道路整備だと待たれているんですけれども、あの当初の計画が作られた段階では2020年度、2020年度ですね、令和2年末に事業完了予定というふうに書かれていたと思うんですけれども、またこれからという状況かなと思うんですが、遅れているという感じを持っていますが、 この要因は何なのかえ端的に答弁願います黒井道路建設部長はい、あのバリアフリー事業の目標年次についてでございますえ本市におきましてはえ各地区のバリアフリー移動円滑化基本構想及び道路特定事業計画あの策定時におきまして当時の国の移動円滑化の推進に関する基本方針の踏まえまして 木曜年次を設定してございます委員ご指摘のとおり、川上,上勝良地区につきましては、可能なかぎり平成32年、令和2年度ですね、完了に努めるというふうになってございます。本市の基本,放送基本構想策定にあたりましては、関係機関や地域の方々の声など、きめ細,やく細,か細かくお聞きし、またあの特定道路の選定にあたりましては、丁寧に検討をしていることから、 本本のの基本構想と道路特定定事業計画策また、目標年次の設定におきましては、国の方針に準じる形であることから、本市の基本構想に基づく道路特定事業計画策定後からの目標年次までの短い事業期間、そして集中的な予算確保の必要性、この観点から非常に高い目標設定となっていた経過がございます。 またあの、バリアフリー事業につきましては、国費を活用させていただきながら整備を進めてございまして、国の補助金の確保、そして限られた財源の中での進捗を図っていく必要がございます。そのような状況を踏まえまして、R5 年度に実施いたします上か地区のように、他の事業と合わせて実施いたしまして、それぞれの事業効果をさらに高めるなどの工夫をしながら、着実に進めているところでございます。以上でございます あの予算との関係とかもあるということを聞いたんですけれども、あの来年度の整備の中身を教えていただきますと、上頭地区は西京区役所の北側の歩道などの整備、嵐山松尾大社地区では松尾橋の東側と西側の道路や歩道の改善の設計が予算化されていると聞きました、まあ、早期の整備を望んでいます。であの 上桂地区の重点整備地区生活関連経路を見ます。と、あ,まあ今回あの区役所の北側の整備があるんですが、まあ、西京区役所や西文化会館など公共施設の利用者など区民はじめ多くの方が利用されている道路となっています。また、あの通学路の部分もあります。で、あの上桂駅前は道路は狭いけれども、交通量が結構多くて。 踏切もありますし、歩行者や車いすの方、自転車が通るには危険だという声、聞いているんです、まあ、当局も聞いておられると思うんですけれども、あの完成のめどとか、今後の予定というのはどのようになっておりますでしょうか黒井部長、はい、あの委員ご指摘の,あの道路につきましては、渦正上桂線のことであるというふうに認識してございます。 えー、阪急上勝良駅前の不動渦政上勝路線のバリアフリー化、これにつきましては、えー、上勝良地区バリアフリー移動円滑化基本構想に基づく特定ど、えー、特道路特定時計画に位置づけられてございます。松尾学区の方からも、えー、道路の拡幅に合わせまして歩行者空間の明確化について要望をいただいてございます。えー、現在、えー、この渦政上勝良線におきましては 上下水道局による水道管の更新工事が現在実施されておりその進捗を踏まえまして歩行者のさらなる安全対策の強化を図るためカラー舗装による歩行者空間の明確化等のバリアフリー化を進めていきたいというふうに考えているところでございますまた現在道路整備事業につきましては多くの路線での事業の一時休止を行っている状況にございまして えー、阪急上勝浦駅前の踏切着服を,を含む、まあ、道路の着服というのは今のところ、非常に難しい状況ではございますけれども、まずは現状の道路区域内で、えー、バリアフリー事業を進めていき、踏切の安全性も含めてです、ねえー、道路の利用される皆様の安心安全の確保に努めてまいりたいと考えております以上でございます勝浦地区、嵐山松尾大社地区について、今、説明いただきました。 まあ、一刻も早くということを望んでいますし、あの他の地区についてもねあの、先ほど説明があったような状況もあって、当初の計画からするとあの、遅くなっている感があると思うんですが、そういったところについても、一刻も早くあの整備ということを、区民の皆さんも求めておられる、市民の皆さんも求めておられるという点、踏まえていただいて、対応をお願いしたいと思います。えっと、次に えっと、歩道の一部となっている道路の側溝について伺います、えっと溝蓋の隙間が大きくなったり欠けたりしているところは随時あの土木事務所に伝えると迅速な補修としていただいていますえそこであの伺いたいんですけれどもあの設置されてから年数がたった側溝順次回収するような計画を持っておられるのかどうかまたあの 市民から要望があったら回収するという対応なのか、その辺はどうでしょうか。藤谷部長。もともと計画があるのか、それとも随時、まあ、補修しているのかというところでございますけれども、えー、これにつきましては、側溝等の、えーまあ、小型の土木構造物につきましては、えー補修えー、壊れたたびに、えー、補修をする、事後保全型のお補修の方法で、 補修をしていいるところででございますす以上今言われた補修というのは、そうしたら土木事務所の通常のね、あの道路の補修などの予算でやられるんだと思うんですけれどね、私はあの小学生が集団登校しているところにあの遭遇するんですけれども、1、えー、列に並んで歩道の右端を歩いてるんですね。 でそこはどこかっていうと、側溝の上を歩いている場面によく遭遇するんです、その蓋が古くなると、ガタガタしているし、一枚一枚の高さがこうね、変わってしまって、でこぼこになっているでで、角が割れていたりしてるんですけども、そもそもね、あの狭い歩道の拡幅っていうのはなかなか困難な中で、安心して歩こうと思ったら、速攻をフラットに回収したら、安心して歩ける空間になるなと。 いうふうに思っているんですであのそう思ったときに、一つ一つではなくて、面的な改修がやっぱり必要だと思うんですね、そうすると大きな整備計画ということになるので、やはりあの順次、あの計画を持って、経年劣化したところは面的な整備がいるし、計画的なあのあ、計画を持つことが必要ではないかと考えるんですが、どうでしょうか。藤谷部長 はい、えー、まず速攻ですけどもあの今ご使用中の通りまあ、速攻っていうのは砂が入ったりですね上流からまあ泥が流れてきたり浚渫する必要がございます浚渫する必要がございますので基本は二形式の速攻というのが原則というふうになっておるところでございます一方でまああの通学路等とまあ子どもたちがまあ 歩くのに非常に不便といいますか危険だというようなところについては、まあ、あの痛み具合にもよりますけどもご要望があるところについては現地で調査をした上えで回収いわゆる 現場打ちといいましてコンクリートでべたっとそこをふたをかけるというふうな工事も随時やっているところではございますただ計画を持つにはですね、まあ、路線がかなりの延長にも及びますしその状態状態あるいはロケーションロケーションによりましてそのつど判断する必要がございますのでなかなか大きな計画を持ってですね全部回収していくということには のは難しいということと、前半述べましたように、基本は蓋でございますので、あの蓋を交換するような整備になってくるというのがあの現状でございます。河井。あの幹線道路ができたときに歩道ができて、その横に速こ作られてるっていう状況があってね、何年経過してるかっていうのはだいたいわかると把握されていると思うんですよ。全面的に言っても難しいかもしれないけど、そういう目で見ていただいて。 計画を持っていただくということが、土木事務所が抱えるにしたら、私は大きすぎるなというふうに思っているので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。最後に、公園のトイレのトイレットペーパーの設置をずっと求めてきています、決裁委員会では、931公園中に270公園のトイレがあって、そのうち8公園にトイレットペーパーが設置されているという答弁と、 地域の方から協力するという声をいただいている声も出てきていると、答弁ありましたが、来年度設置の予定はどうでしょうか。田中市長。はい、あの今お話ありましたように、市内、われわれが管理しているところで申し上げますと、270公園で284箇所のトイレがあるというところでございます。であの公園のトイレでございますけれども、えー、いたずら対策ですね、あるいは経費、紙の補充、 そういうような課題があることから、えー、少し前までは原則設置していないかったというところでございます。で、えー、しかしですね、主に地域の方が使う公園ということからですね、えー、地域の方のご協力をいただけるところ、そういうところですね、例えば、えー、ペーパーの補充、あるいは清潔の保持。 そういうものをしていただけるというところに関してはトイレットペーパーを設置しようということで動き始めておりまして令和元年度に下京区の有林公園これが一番最初だというところでございますでその後ご協力いただける方あのいろんなお声をかけをいただいたこともありまして増えておりまして先ほどご紹介ありました8か所から今年度は2箇所増えまして、まあ、全部で10か所が設置されているというところでございます あのこのペッパー設置に関しましてはですね、やはりあの市民協働という取り組みでやっていくというふうな考え方でございますので、今後またあの協力するよというような声があった場合にはですね、我々も相談させていただくという形になろうかというふうに思っております。以上です。カワイんはい、はい、あの、えー、市民協働ということ、あの決算の時にもあのおっしゃっておりました。私が思うのは。 あの高齢者、子ども、まあ、市民の皆さん、広く使われる公園ですで、まあ、健康遊具だとか、今、子どもたちの遊具の整備もね、順次やっておられるような状況で、使ってもらえるあの、利活用というふうに言われますけれども、やっぱり使いやすいということから言うとね、あの長時間おられたら必ず、あの トイレ使用されるるとというここが起こると思います例えば、中京区の子ども未来館の前にある疾患公園、広い公園です、で西京区の上勝田公園も広くて、子どもたちが、また小さな子連れの方がよく利用されています、本当にいい公園です、ところが、トイレは広くて使いやすそうなんですが、トイレットペーパーはないんですね。 ですからあの、こういったところを見ていただいて、えー、愛護協力会の方とか、その地域の協力ということに限らず、やっぱりあのトイレにあのトイレットペーパーがあるのが、私は普通じゃないのかなというふうに思うんですよ。ぜひ、市が設置しようという立場で、あのこの間、設置されてきている自治体のことなども参考にしていただきながら、えー、設置の検討をしていただきたいと思います。このこのとを求めてあの終わります。 進行いたします、平山隆夫委員。平山委員。 あのまずちょっと地元の話から今熊の橋の架け,け替えについてお伺いしたいと思いますけれども、まあ、令和4年9月市会の決算特別委員会においても、まあ、私、あの議論というか申し上げさせていただいておりましたけれども、まあ、建設行政もこれは公共の福祉、市民福祉の向上につながるものであるというふうに申し上げたわけであって、まあ、厳しい財政状況の中ではあるけれども、必要な事業に関してはしっかりと 進めていってもらわないといけないという思いで申し上げたわけですけれども、中でも市民の暮らしの安全、そして安心に直結する防災・減災の取り組みというのは、極めて重要な観点であるというふうに認識をしているところであって、そこで東山区においては今熊野橋の耐震対策について、現在、書き換え事業に取り組まれていると思いますけれども、現在のその状況に関して確認しておきたいと思います。 長長尾担当部長はいいいいありがとうごござざまますす、えー、進捗状況についてでございます、えー、本の事業につきましては、令和3年5月司会におきまして、ご帰結いただいた後に、令和3年11月から本始発注の、えー、京大新設工事に着手いたしました、えー。地域の皆様のご理解とご協力のもと、工事は順調に進んでおりまして、現時点で京大工事の3分の2が完了したところでございます。 今後補正予算等を活用し残る兄弟工事の3分の1を着実に完成させ令和5年度の秋頃から橋桁の仮設工事に移行する予定でございます以上でございます平山委員工事が順調に進捗しているということは理解をいたしましたではあの令和5年度のま予算に関してはいかがです長尾担当部長はい。 令和5年度予算につきましては、令和4年2月補正,令和4年2月補正予算およびです、ね、令和5年度当初予算を組み合わせた13か月予算で取り組むこととしており、具体的には JR 西,西日本委託工事として、線路内に橋梁工事に必要な作業やーの整備等に2億円、本市発注工事として、橋の 桁政策等に6700万を予算額の合計は2億6700万となってございます、以上でございます。平山委員まあ本事業は10年を超える工事期間で、まあ、私も今、あの地元でいろいろ深夜通るときに、あの非常になかなか工夫をされて、ご苦労されて、工事をしていただいているわけですけれども、まあ、地域への負担というのも、まあ、なかなか大きいわけですから、まあ、これまでから地域への丁寧な説明と、 そして地元負担の軽減、まあ、こういったものは要望をさせていただいておりますけれども、それらの取り組みの一つである、地域とのワークショップですよね、その状況に関してはどうなってますか。長長尾担当部長、はいえー、ワークショップの状況についてでございます。今回ののの工事が地域の皆さんににととりりりまましてよよ良いものとなりますように 地域の自治連合会の皆様と本市の関係部局で構成しますワークショップを令和2年度から開催してございますこのワークショップでは今熊野橋の魅力向上魅力を向上し愛着を深めていただけるようデザインを検討していただいておりご参加いただいた方々から今熊野橋が地域のシンボルとなるよう京都らしく 周辺の景観に配慮したデザインにしてほしいなどの貴重なご意見をいただいているところでございます。これらのご意見を実現するために、我々が技術的な検討を行い、3つのデザイン案から、今年の1月に地域の将来を担う東山泉小学校の皆さん、 またです、ね、今熊野学区および一教学区にお住まいの皆さん、合計1300名以上の方からです、ね、ご投票いただきまして、今熊野橋のデザインを決定したところでございます。引き続きワークショップの丁寧な運営をもとに、JR 西日本とも積極的に協議を行い、広報工程を工夫し、地域の負担軽減を図ってまいる所存でございます。以上でございます。平山委員 まあ犬やらいでしたっけ、あのそういうデザインに決まったというふうにも伺いましたし、ぜ、ま、ひ、あ、とも、完成の暁には、あ皆さん、地域の住民の皆さんがまあ誇るべき、まあ、そのような橋としていただくように、まあ、引き続き丁寧な説明であったり、負担の軽減の方はよろしくお願いをして,いただきしておきたいと思います。まあ、その中で、まあ、以前からあの我が会派からもお願いをしていた季節強客の、季節橋脚のレンガですよね、それの活用に関してはどうなってますか。 長尾担当部長、はい、えー、レンガの活用についてでございます。今熊野橋のですね橋脚はレンガを用いた構造になっており、耐震性能を満足しないことから撤去を予定してございます。またあの撤去されたレンガは一般的には産業廃棄物となりますが。 法令上の取り扱いについて、関係部局と協議を重ねたところ、活用が可能なものにつきましては、産業廃棄物を取り扱わないとの整理ができましたことから、本市としても活用に向けた検討を進めたいと考えて,いる考えてございます。検討に当たりましては、レンガの形状を維持,維持した状態で撤去できるかという施工上の課題はあるものの、 撤去されたレンガの状況を踏まえつつ、具体的な活用に向け、JR 西日本、また地域の皆さんのご意見を頂戴しながら、検討を進めてまいりたいと考えており、ます以上でございますやいま員そういう厳しい財政状況の中で、さまざまなものを資産として考えていくということは極めて重要であって、100年を超える歴史を、そういったレンガを活用することで、 地域の橋だというような形で皆さんに思ってもらえるような取り組みというのは非常に重要な観点かというふうにも思いますのでぜひとも積極的なご検討の方よろしくお願いしておきたいと思います。でもう一点あの三条橋の話をちょっと聞きたいと思うんですけれども初町の止まる義母しの刀傷でしたっけ 確かあの俳句をモチーフにした「あのプレバト」というドラマであの番組の一つのコーナーで千原ジュニアさんがその俳句を三条大橋の写真を見てその俳句を読んで、まあ、それが選ばれて今西に視聴者に京都府の公認の観光ポスターにもなっているというふうに聞いたんですけれども、まあ、その三条大橋の今取り組みをされているはずですけれども、まあ、今年度から現地での工事に着手をされたというふうにも聞きましたが現在の状況はいかがですか 長長尾担当部長はいえー、三条大橋の進捗状況についてでございます。ますえー、今年度9月から、車道部の舗装工事を皮切りに現場着手したこと,したところでございます。えー、木製鉱覧の更新は10月から下流側に着手し、11月に撤去作業を終え、2月には新しい鉱覧の設置作業が完了したところでございます。 え今後はあ今月末からですね上流側の木製コラの更新に着手し歩道部の整備など順次進めてまいります以上でございます平山委員了解いたしましたじゃあの令和5年度予算はどのようにしていきたいのか長尾担当部長はい、えー、令和5年度の予算でございます。 今熊野橋と同様に13か月予算で取り組むことを考えておりまして、具体的には木星鉱覧の更新に8800万、舗装や防護柵の表面工事に8700万、木星鉱覧のライトアップに2500万、合計で2億円となってございます以上でございます。 山井はい、了解いたたししました、まあ、あの昨今あの、物価高騰等による、まあ、経済の窮状が、まあ、これ、報じられているところでもありますけれども、まあ、先ほども申し上げた通り、えー、公共工場をしっかりと進めていくことが、デフレの中であっても、経済を回して、地域経済の、まあ、活性化につながっていくというふうに私はこれは考えております。まあ、三条八橋における物価高騰等の影響について、まあ、昨年の決算の特別委員会でも、まあ、お聞きをしておりましたけれども、その影響に関してはいかがですか。 長長尾担当部長、はいえー、物価高騰等の影響についてでございます。本事業を検討し始めた平成29年当時、事業費を4億円と見込んでおりましたが、その後、物価上昇及び労務費等の上昇や消費税の引き上げがございまして、全体事業費に影響があったものでございます。また安全対策として歩道証明を 増やしたことやライトアップ等の夜間照明を行うことから今回事業費の精査を行ったところでございますその結果工程等の見直しにより仮設工の工事費を削減したものの27%に当たる1億800万の増額がございまして合計で5億800万となる見込みでございます 具体的な内訳といたしましては、物価および労務費の上昇や消費税の引き上げで約6400万、夜間証明で約3500万、法定点検におきまして、コンクリート床板の劣化が確認され、補修を前倒しして行ったことから約1100万など、それぞれ増額しております。事業費の減額といたしましては、工程の工夫により、 足場港の設置回数を減らしたことで約200万の減額を図ったところでございます以上でございます平山委員まあ,あの建設資材労務費の高騰等によるま事業費アップというのはま一定やむを得ないところはあるのかなというふうに思いますただまあ必要な事業に関してはしっかりと予算措置をしていただいてですね、京都経済を支えるというか必要な工事なんですからしっかりとま取り組んでいただきたいと思いますし まあ一方で、あの技術的な工夫などによるまあコストの縮減ですよね、まあ、そういったことに関してもしっかり取り組んで、まあ、本市の負担軽減に努めていただきたいと思っております。もう一方の,あの負担軽減策として取り組んでおられる有利な財源の確保ですね、その辺んに関してはいかがですか長尾担当部長、はいえー、財源の考え方についてでございます。 予算確保につきましては、引き続き防災・減災、国土強靭化のための5カ年加速化対策をはじめとする国の予算、本市の財政に有利な補正予算などの機会を逃すことなく、しっかりと捉え、事業を進めてまいりたいと考えています。また、ふるさと納税等の寄付につきましては、令和5年1月末現在の寄付額総額は約5億1000万円になっております。 事業への利用が可能な基金積み立て額は約2億8400万となっております。本事業におけるふるさと納税等による寄付については、募集期間は今年の末まででございますけれども、すでに目標額でございました1億円を超え、総事業費における本市負担額にも達していることから、実質的な本市負担はないものと考えております。 あのこれらの財源を有効に活用し、現在進めている三条通りの無電磁化事業と同じく、令和5年度中の完成を目指し、しっかり取り組んでまいりたいと考えています、以上でございます平山委員。まあ本当に今のご答弁あったように、三条大橋っていうのは、非常に京都市にとってシンボリチックな橋で、その工事で総事業費が5.1億円ですか、そこで国庫補助金から有利な部分をしっかり活用して、2.7億円確保して、 そして本市の負担として2.4億円ほどかかるんじゃなかろうかというところで、ふるさと納税等のですね活用で実質の本市負担ゼロと、まあ、これ非常にまあ建設局はじめ京都のブランド力、PR 力があったことはもちろんのこと、そういう皆さんのご尽力によって、そして、まあ寄付をしていただいた皆さんには本当に感謝を申し上げなくてはいけないわけですけれども、その厳しい財政状況の中でも、ですね必要な工事はやらないといけないけれども、そういう 財源の確保であったり、そういったことはしっかりともっともっとアピールをしていくべきだとも思いますし、あのー、そのあたりですね、まあ、よろしくお願いをしておきたいと思いますので、まあ、感染の成の暁には、もうどんどん PR をしていただきたいと思います。まあ、その中で、あのー、少し時間が、あのー、そのある限りで申し上げておきたいのが、まあ、全体的な予算についてですね、少し総括的にお伺いをしていきたいと思うんですけれども。 まあ令和5年度の予算案に関しては、私、いろいろなところで申し上げていました、あの大きな、まあ、私は個人的に注目している3つのポイントは、まず1つ目が、特別の財源対策等からの脱却ですよ、まあ、すなわちえ予算案に関しては、収支均衡が図れたということです、そして2つ目が、あの私、資税収入の伸びにあると思っててね、今のまあコロナ禍であったり、物価高騰のその中経済状況が普通であれば厳しい、税収も 落ち込むののが当然だろううという中でで過去最高の資税収入をえ果たしたしわけですよねもちろん決算はまだですけれども、まあ、いろいろな要因はあろうと思いますけれども、まあ、これは私はですねあのやっぱり国、京都府、京都市等々がですねいろいろな財政出動を伴う、十分とは言えないとしても、さまざまな対策を講じた結果、そのようなま経済の好循環が生まれたものだというふうに私は認識しているんですよ。 すなわち公共工事というものも、私はそういった観点に今後はしっかりと立脚をしていかないといけないというふうに思いますし、その辺があがやはり今後のですね、えー、いわゆる新自由主義的な発想からの脱却というかね、やっぱり失われた20年、30年から脱却していくには、建設局の役割というのは非常に重要だというふうに思いますよ。 止めてはいいけけないわけですよ。明るい兆しが見えてきたというのは一方であろうかというふうに思いますけれどももちろんまだまだ505億円の本来積んでおかないといけない基金を取り崩しているわけですから早急にそういったものを戻すそして新しい次世代の投資をしていくために建設局の役割というのは私は非常に重要なものになってくるというふうに思いますしこういった状況の中で市民の皆さんの安心安全そして京都経済の発展のために 公共工事を行う建設局が果たすべき役割は大きいわけですそして特にこの2年間、コロナ禍でいろいろなあ行財政改革の中で建設局としても厳しい予算編成を、まあ、谷口局長、先頭に皆さんはあ運営されてきてこられたわけですけれども、そ、ま、の、あ、にあの肝煎りの土木、緑事務所、様々に、えー、ご質疑等も出てましたけれども、そういった部分も令和5年度の予算には盛り込まれているわけであって、 今後の建設行政というか、令和5年度予算に関してですね、総括的なご見解をお伺いしたいと思います谷口局長。はい、えー、先生、あの継続して建設局の、えー、と予算、応、え、援、ー、本当にありがとうございます。あの、えー、先生の方からもあのご指摘ありましたように、えー、我々建設局の役割っていうのは、まあ、大きく2つあるのかなというふうに思っておりまして。まあ えと一つはやはりあの、えー、と市民の安心安全を守る、まあ、それはひいては都市の成長にもつながるという、そういう側面が一方であるのと、まあ、これもあの今、柴方先生の方からありました、えー、しっかりと、まあ、災害なんかのときに、えー、地域の守り手として、まあ、我々あのかねてからずっと言ってますが、土木事務所もしっかり24時間体制で災害対応してるんですが、やはり現場を改変してもらうのは、まあ、地場の建設産業の皆さん、だそういう方々が、 いざという時にしっかりと働いていただくためには、えー、普段から我々がしっかりと公共事業をそういう方に受け負っていただいて、えー、日々しっかりと体力をつけていただくこの両面が非常に大事かなというふうに思っておりますで、まあ、あの行財政改革この2年間、えー、まあ限られた予算ではありますけれどもいろいろとまあ創意工夫をしながら 市民の安心安全、これについては、何とかしっかり守りきれたのかなというふうに思ってますで、来年度につきましては、少し経済が、市の財政が好転する中で、まさに中村先生の方から代表質問とかでも応援いただいたように、4年度の補正で来年度当初、これ合わせて13ヶ月予算で前年度比15億円増と。 いうふうな予算をいただいてます、えー、来年度についてはあの先生の中ありました土木緑事務所、えー、大きな不断例となる出発の年になりますんで、えー、この予算もしっかり活用しながらさら、えー、なる建設局レベルアップを目指して頑張っていきたいこのように考えております以上でございます平山委員まあ本当に一、うん、年の計は元旦にありまあ元旦は谷口局長のお誕生日らしいんですけれども まさにあの令和5年度予算案の経緯というのは、この予算委員会、令和2年のこの2月司会が予算の司会でありますから、そういったところにあろうかというふうに思います。しっかりと技術職、ご出身の局長のならではのこの視点が生かされた令和5年度予算編成であられるというふうに思いますし、引き続き、本市の建設行政にしっかりとした対処交渉からのご指導等々もたまっていきたいと思いますし、 え最後、局長のそのあたりの思いを聞いて待ってきたいと谷口局長。先ほども申し上げましたように、このえ建設局長の2年間、一つはまあコロナ禍の中でっていうようなことと、行財政改革、この2つの中で、なんとかあの建設局、市民の安心安全を守り抜くために、局の中でしっかりみんなに支えていただいて、2年間過ごせたのかなというふうに思っています。ただ あの一方で、財政的には非常にまあ,ある意味苦しい状況といいますか、創意工夫とか知恵を出してきた状況があるんですが、やはりあの私以上に現場の職員なんかは、市民の安心安全、守りきろうというその使命感ですとか、責任感は人一倍あるなというふうに感じておりまして、その中で言いますと、やはり、 限られた予算をいかにどう効率的にうまく使うかとかいうふうなそういう意味での創意工夫とか知恵っていうのはこの2年間でかなり我々の財産として蓄積されたのではないかなというふうに思っておりまして逆に言えばその財産を生かしながら来年度予算も少し増額させていただいておりますのでさらにまあ えと予算もより効率的、効果的に使えるんではないかなと思ってますんで、えー、次年度以降、さらにあのレベルアップした建設局、えー、皆さんの応援の下で達成していきたいというふうに思っておりますので、今後ともどうぞ、司会の先生の皆さんの応援、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございいまますす、はい、進行いたします堀井委員 どうぞ私の方からはあの、自転車政策について、えー、質疑をさせていただきたいというふうに思っております、あの議案の、えー、議第27号から29号まで、まあ、あのいわゆる、えー、条例の一部を、駐車場条例の一部を改正する条例が提案されていて、 まあ1日というのをどういうふうに考えていくのかと、だからあー例えば何月何日を1日にするという形ではなくて、えー、自転車を入れた時刻から、えー、24時間を1日というふうに考えるというふうに変えていきますっていうことがあの今回の条例のあの趣旨だというふうにあの理解をあのしました。まあ、でそれによってあの自転車の料金の計算の基礎となる 1>, 1日の範囲の変更ということで、えー、段階的な料金が設定できる、まあ、それによって私がもう本当にずっと要望していたあのいわゆる駅駅の,の JR の駅とかあ地下鉄の駅とか、まあ、そういう駅での無料の時間が設定されるというふうになったのかなというふうに思っているんですけれどもこの、えー、今回の,その書き方なんですけれども えー、この議案の部分では、一、え、回、ー、要するに入場から24時間以内であれば、1回分の駐車料金で利用できるようになるという形で、まあ、言われているだけの条例になっています。で、ま、え、ち、ー、づくり委員会がああ1月に開かれたときに、えー、段階的料金制等の導入についてということで、 えー、改定案が出されてあのおりましたでその中であのいわゆる段階的料金制などというのを導入する料金改定を実施したいと考えておりますのでご報告しますっていうのが1月の段階の,あの建設局からのまちづくり委員会への提案でした。で今回、えーすあのえー、出されている部分のところで 私が知り得た部分で言いますと、補正予算の概要についての中に書かれておりました、市営自転車と駐車場への段階的料金制度の導入についてという、この資料を私は元にして、なんてうんですかね、いわゆる無料の時間設定が入るということを理解するという形になって。 でここにはです、ねえー、料金改定を令和5年7月,7月に実施することを予定していますというふうに書かれているんですけれどもこの辺との,あのなんですか、ね、関連性というか、まあ、どういう形で、えー、1日を変え条例を変えてその後料金を変えていくという部分がど,どのような形であのなっているのかということをちょっとご説明いただきたいと思います。和田市長 えーと料金改定、駐輪場の料金改定についてのご質問でございますあの。まず条例改正でございますから、ちょっと分かりにくいかと思いますけれども、あの条例の方はまはあ、いわば大枠を決めていただくというような形になっておりまして、例えば料金につきましては、上限を決めていただく、200円という上限に、えー、していただくというのが1点と、あと、まあえー、と1日の考え方、それをまあ時間制にすると。 そういうういいい大枠を決めていただくという形になりますその大枠の中で、我々指定管理者と京都市で協議いたしまして、料金を決めていくという形になります。今回、まち、えー、づくり委員会でもご説明させていただきましたように、我々段階性の料金設定、そして最初は無料時間を一定設ける、そういう料金設定をしたいと考えておりまして、それのための何て言いますか、大枠を決めていただきたい。 いうことが今回の条例改正の趣旨でございます以上でございます堀委<井>員あのこの7月からあのこういう形になっていくっていう部分のところはどういう形で私たちが理解するという形になるんでしょうか和田市長、はい えっとあの条例には出てこないんですけれどもあの、先ほど申しましたように、条例で大枠を決めていただいたら、その範囲の中で、我々あの京都市と指定管理者で、あのこの段階的な料金、まちづくり委員会資料で、えー、ご提出させていただきました料金のに変えるということで、広報発表等をさせていただきたいと、そのように考えているところでございます。 要するに広報発表で料金が変わっていく、変えていけるという形になるということというふうに理解しました、でいいんですよね和田市長。決めるのは我々とあと指定管理者で料金を決めさせていただいて、あの市民の方ののにきちっと発表させていただくのは広報発表になろうかと考えております。以上でございます堀員 あのー、私ね、あのー、今回、その1日を、あのー、そういう24時間という形で変えていくっていうふうなことをすることによって、あのー、すごく助かる人も出てくるかとは思いますけれども、今回の,その料金改定によって、えー、不利益を被る人が、あのー、多くなるんじゃないのかなという、あのー、懸念、危惧をしております。であのーこ 例えば時間の設定の部分のところで、あの三鞘山の,あの部分があの一つの基本になっているのかなと思いながら、あの今回、前回は5時間まで100円で、そしてあと10時間まで150円、24時間まで200円、以後に24時間までごとに200円という形の,あの平成23年の7月の,あの改定だったというふうに思っています。それが今回は えっと、最初の,あの60分と30分、あの60分のところは、撤去の多い、自転車の撤去の多いところ5つの駐輪場だけで、あとは30分だという形、まあ、それから5時間が3時間に変わっているっていうところ、これはなんでそうなるのかなっていうようなことを、ちょっと私はあの思ってしまうのです、であの私はあの無料の時間帯をあの増やしてほしいという思いは正直言ってあのあの持っていました。 であのなぜなら、それはあの JR の私、うず駅のすぐそばに住んでいるんですけれども、まあ、そこであのチケットを購入していた人が、え撤去に遭っちゃったんですよ、自転車の。で、その駅,に駅で購入している構内、いわゆるその改札のところにいるにもかかわらず、自転車を撤去された、まあ、置いといた方が悪いと言われれば、それは悪いのかもしれませんけれども。 あの声ををければというようよなことを思ってたんですねでそういうあの撤去が目的ではないわけだからあの駐輪場がすぐそばにあるんだからそういうチケットを購入する人が安心して購入できるようにするためにも無料の時間帯を駐輪場に設けてほしいっていうことをあの常々もう毎回毎回あの建設局の予算決算の場では あの言っていた、まあ、それが実現というような形にはなるんですけれども30分でででそういううういい購入ができるのかどうかどということこなんですで、まあ、しかもですね JR のうずまさ駅はあのいわゆるその友人でチケットを購入するという形じゃなくて機械を通して買うという形になってしまったので、まあ、いろんなチケットを買いに行こうと思ったら、まあ、近場で言うたら二条駅まで行かないと。 購入できない例えば私なんかがよく利用するジーパングなんかも前だったら JR の渦正駅で購入できていたものが購入できなくなっちゃってあの2畳まで行かなきゃいけないっていうそういう状況になっている、まあ、それは JR の問題点だと思っていますけれども、まあ、そういうふうに変わっていってしまっているですからチケットを買いに来る人たちもそんなに多くなくなってきたんじゃないのかなという。 だから無料にする時間がそんなに必要じゃなくなってきてるのかなっていうのことも正直あの思ってしまっているというあのちょっと遅きにしたなというそんな思いを正直言ってあの持っているというのがありますで,ですからその私はもうできればこの料金設定の部分これまだ案ということなのだったならばこの10時間まで150円という人、まあ、1日150円だった人が 10時間で150円になるという形の部分でいうと、150円で普通にやれてた人があの、なんていうの、150円でいけるっていう、えー、その時間設定を検討していただけないかなというふうにあの思うのですが、いかがでしょうか和田市長。はいえー、っと今、議員のご質問あの、10時間以上200円になるのを。 百五十円にっていうご質問でございましょうか。あすいません。<laughs> <ー>すいません。私の言い方が悪くて。あのですね、あの今回の改定の、そのあの出されている。あの、この部分で見ますと。料金改定案として、最初の三十分または六十分が無料。で、そして三時間までが百円。で、十時間までが百五十円。で、二十四時間までが二百円ってなってるんです。 でここの部分でいうと27の駐輪場は、まあ、い,いわゆる1日1回150円で利用されていた方たちだということですねでその1回150円で利用されていた方たちがあ、まあ、あの突然ですね広報発表で、まあ、掲示板みたいなその利用の部分のところに前もって多分あの広報はあると思うんですけれども150円からこういう料金改定になりますよっていう形を知ってあの やっていくという形になるかと思うんですけれども、なんでそれがあの10時間なのかっていうのが、あの設定が150円で10時間なのかという設定、これが例えば12時間とか、あのもうちょっと多く18時間とか、まあ、そういうなんかその設定にはならなかったのかということでの質問なんです。和田市長はいえー、とまああの 10時間の設定といいますのはあの基本的にはあのアルバイトさんとかあの短期の,あのなんてうかお仕事をされる方とかあのそういう方々を設定、えー、想定しておりましてあの三佐山の駐輪場におきましてもあの10時間で区分けをさせていただいておりましてあのそれと同様の形であの今回あの作らせていただいているところでございます。以上でございますおり 駅,駅を使ってのっていう部分になりますとどこか遠いところまで出かける例えば2条まで行くとかあの京都駅まで行ってほんで帰ってきてというで仕事をしてなら仕事をしてあるいは何か用事をしてで帰ってくるというそういう交通機関を使っての部分が入ってくるわけですからあの三鞘山だったらまあそういう部分じゃないですよね。ああああのの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 のすすぐぐそそいわゆるあのあのウィングス京都のすぐそばの公園のところのあの ですからあのそこからどってすっと自分な足で歩いてというような形になるっていうことなので、まあ、10時間で、えー、行くのがちょうどいいな,なぜ10時間なのかっていうのがわからないんですけど、まああのー、今後そのいわゆる指定管理者とお話し合いする上でその本当にその150円で利用していた人たちが150円のままで、えー、行けるような状況を、あのー、検討してほしい。 まだ案の段階だと思うので、ぜひ検討してほしいということを、あの時間もないですので、伝えておきますあの、それから次にですけれども、あの私はあの矢羽根の,、ね、あの効果って、まあ、すごく大きいと思うんです。あの矢羽根があることによって、安心してその、えー、走行できるっていう、車道を走行できるということでは。 とてもいいことなんですけど歩道の中で例えばお池通りもそうなんですけれどもあの歩道の中に車道が入ってますよねで、えー、色はそのまま変わってないですよねでその要するに歩いている人と自転車とそして向きも双方向で行っているという状況の中で安全性というかそういったものがどうなのかなというふうに思うんですね。でもう一つあの落差異の、あのー えー、阪急の高架下のところにもあのそういう道路があってものすごくあの工夫してくれてるんですよ土木事務所の皆さんがあのここの間こっちからこっちはあの歩道でこっちが車道ですよあの気をつけてくださいねというようなことが書かれてものすごく丁寧にやってもらってるんだけれども,もうそこをあのなんていうんですかねもっとよく分かるような形での表示はできないかな。で例えば私が住んでいるあの えー、東映の映画村の前の道、拡幅されて、大きくな、広くなったんですね、でそこのところはあの、車道、いわゆる歩道の中の,あの自転車のところは、色が変わってるんです、レンガが。だから、そういうような形でのなんか工夫っていうのは、あの今後できないかなっていうことを思ってるんですが、いかがでしょうか和田市長。はい、えー おそらくあの現在、矢羽根を見ていただきましたら、もうあのベンガラ色であのやらせていただいておりまして、基本的に現在、自転車を走っていただくところは、ベンガラ色を基本にあの整備しておるんですけれども、以前整備させていただいたところにつきましては、ベンガラ色になってないところもあの事実としてございます。あのまあそういったところを今後、どうしていくかというのは、これからの検討課題かなと、そういうふうには考えております。以上でございます ぜひちょっとあの高齢者の方がね、あの通らはるときにあの安心して通れるような、そういうなんか手立てみたいなのを打っていただけたらというふうにあの思っております、それからあの矢羽根の設置ですけれども、あのま、周辺部へと、ま、拡大をされていく、ま、来年度はなんかあの丸太町通りもあの花園駅辺りまで。 あの伸び広がるようなことをちょっとあの伺っているんですけれどもあの京都市内の必要なところに矢羽根が設置された頃にはですね最初に矢羽根が設置したところが例えば薄くなっていくあの白線となあの横断歩道の白線と同じような形で薄くなっていくというようなことがないようにあのしてほしいなと思うんですけどもそういうようなことでいうとどんなふうに あの今後その、いわゆる車道修繕というんですかね、あのやっていくのかということをちょっとお伺いしたいなと思うんですが。和田市長 はい、えー。矢羽根がまあ薄くなったりした時の対応ということかと思います。あのまあ、あの矢羽根につきましては、もちろんあのバスなどもとその上を通りますので、まあそのブレーキ減速するような箇所ではまあ薄くなっている。そういう山根もあるかと思います。ただ、あの矢羽根幹線道路であれば10メートル間隔でもあの引かせていただいておりまして、一部で一応薄くなっておりましても、全体としては影響が。 ないのかなと考えておりまして、すぐにあの補修乗り直しが必要であるとは考えておりません。ただ将来的にはこういう箇所も増えてくると思います。えー、その道路でのあの自転車の利用者、その左側走行の、えー、浸透状況等を見ながら、あの簡易なまあ何て言いますか、改修等を検討してまいりたい。そのように考えております。はい、進行いたします。天方委員。 山形委員どうぞはいじゃあよろしくお願いしますえっと私の方からもまあ自転車政策ということでまあ、この1点であの質問をさせていただきたいと思いますであの本市においてはままあ、あの政令指定都市比較とかまあでいきますとまああの元々まと歩道については狭い状況があるとかそれとかあの自転車のですね 所有率とか利用率についてはまあ,あの京都市民の方はすごく率が高いというようなあの状況がある中でまあ、自転車政策をま進めてきていただいたというふうに思っています。で自転車政策については今年来年度のま予算について。 えー、3億5600万ほどをしていただいています、でまあ、大きくは常々あの3点について、えー、自転車安全利用のまあ推進というようなことで、えーまあ、小学生たちにまあ教室を開いてというようなこともやっていただいている、で大きくはあの予算、たくさん使っていただいているのは、自放置自転車対策ということで、 すごくやはり歩道が結果として放置自転車がなくなってですね全市的にきれいな状況が見られるというようなことでこれも進めてきていただいていますで3点目については自転車走行環境の整備ということでおおむねこの3点について常々やってきていただいているというふうに思っています。 であの現計画もさることながら、平成27年度から令和2年度までを計画期間としていた前の計画時について、その場合、あのその当時の課題があったというふうに思っておりますけれども、その当時の課題について、お尋ねをしたいと思います和田市長。 はいえー、と全計画、まあ,あのただいまご紹介いただきましたように令和2年度までの計画でございますがこの時の、まああの課題でございますけれどもまずあの自転車の走行場所ですねあの基本的にはあの車道の左側が原則となっておりますがあのそれがあまり知られていないそういうのがまあ、課題としてあったかと思います。また えとそもそもあの自転車のルール、マナーですね、これがあまり浸透していない、こういうところも一つ課題として挙げられております、あとは、えー、と駐輪場ですね、こちらにつきましてもあの利用率が低いと、こういうような課題があったというふうなことでございま山形、はい、委員、はい、今の,まああの課題で3点ほど述べられました。 であの今もなおまあルールマナーについてもなかなか守られていない方もおられますしで、えー、自転車の走行は基本的には車道の左側というようなことも今おっしゃいましたでこれもなかなか分かっていても守ってくれない方がまだ数多いというような状況ですしそして えとまあ、駐輪場の場所については常々自転車を利用されていて、まあ、駅に向かって電車に乗ってという方はご存知であるけれどもお今日はまあ自転車乗って駅まで行ってちょっとどこか行こうかというような短期利用の方についてはまだまだ課題があるというようなことで今もなおそういう算点については存在するというふうに思いますけれどもそこでまああのお、まあ、見えるか ということが非常に大事であるというふうに思っています。で、現計画もそうですけども、今までの計画の中で見えるかという観点の中で、どういう取り組みをですね、進めて、これからも進めていきたいのかをお尋ねをしたいと思います。和田市長 全、はいえー、計画では、えー、いろんな形を、まあえー、とメール化していこうというのが、まあ、テーマでございました、えー、ですのであの現在、まあ、あの先ほどからも、えー、ご議論いただいておりますあの走行環境の整備ですね矢羽根と言われるやつなんですけれどもこれを整備していこうというのも全計画から始まったものでございますまたあの駐輪場の関係でおきますと、まあ、駐輪場がどこにあるか その辺を手軽に検索できるようなまあホームページこれを開発していこうということでこれも前期計画の間にあの開発して今現在我々サイクルサイトというところで載せさせていただいておりますこういう中での自転車の利用環境依存と比べるとかなり向上したのかなというふうに考えているところでございます以上でございます天方委員はいあのまあ本当に見えるかということで まあ矢羽根をつけていただいて見える化を推進して分かりやすくというようなことですしまあ先ほどもルールマナーについてでしたけどそれをまあ見える化というようなことでまあルールマナー教室などをしていただいているというふうにもまあ思っていますでまあここにもまあ課題がありましてまあ子どもさんたちは例えばルールマナーの見える化ですけど 子どもさんたちは基本的には通常の歩道であっても小学校6年生までは普通に自転車が乗れる状況であります。でまあ自歩道などでも守られているというような状況ですけど大人の方が基本的にやっぱりえーえー、という形で反対方向の特に、まあ、車道 車道の左側あの反対方向から来られるとか自歩道でもない普通の狭い歩道であってもお自転車で来られるというような状況があってそういうところについては、まあ、大人に対しての、まあ、やっぱり自転車安全教室についてはしっかりと、まあ、教室だけでなくてしっかり守っていただくように、まあ、今後もまあ努力を してていいいたただけたらとううふうに思っていますであのその中、えー、っと新計画については、えー、今までの課題を、まあ、克服していくと同時に、まあ、新たな視点としては環境に優しくそして健康増進にもつながるというような自転車の特性を生かして、えー、そういう取り組みもしていきたいというふうに あの進めておられるといいううふうに思いますであの自転車についてはあの例えば西京区においてはあヒルクライムというようなことで、えー、京都西山ヒルクライムということで、えー、っと長岡京市、えー、向こう市の神社さんなどと一緒に連携をしてですねそこの、まあ、お寺神社を参拝をしながら 自転車ででるスタンプラリーとというようよなことですで、まあ、西京区の特性特に落斎大原のなどの特性を生かしてこのヒルクライムということですから丘を上り下りをするとすごいシャドウがあってというようなことでそういったことでこれはまあ観点としては西京区特に落斎市長が主観としてやっておりますからあもちろん大原の保障会地域の力を 12分に生かしていただいてそういう京都西山ヒルクライム参拝ということで実施もされてこられました、まあ、これはまちづくりの観点人づくりの観点、まあ、観光というような側面もあるかと思いますけどそういうふうにやってこられたところですであの、まあ、自転車政策というような観点の中でも、まあ、そういう地域のその現場の状況や まちづくりの観点などについても、まあ、いろいろと調整しながらですね、えー、京都市においてそういう自転車ツーリングができるようなところも、まあ、作っていっていただきたいなというふうに思っているところでございますけれどもいかがお考えでしょうか。和田市長はい、えー 今あの先生ご紹介いただきましたように、洛西市長のほうで、えー、京都の西山ひる,ひるくらの参拝あの、かなり盛況であったというふうにわれわれも聞いております。われわれもあの企画段階から情報提供いただいておりまして、われわれのホームページで情報を発信するなど、あの連携はさせていただいたところでございます。一方、われわれの,あの取り組みといたしましては、京和自転車道というのがございまして、えー、これあの、京都府、奈良県、それから和歌山、 とあの連携して設定したものでございまして嵐山から和歌山に至る総延長180キロこの自転車道でございます本市域は19キロメートルとなっております現在も土日は多くのサイクリストでまあ、あのかなり皆さん利用されていると聞いておりますこういったまあ,あの えー、なんて言いますか、えー、広域なあのた他都市とも連携したサイクリングのロードの設定といいますか、こういうのもあの今後、しっかりとやっていきたいと考えておりますし、またあの先生がおっしゃいましたように、あの地域のまちづくりとの観点の、まあ、サイクリングの,あの催しですね、それとも連携して、我れあの快適なサイクリングの、まあ、環境づくりしてまいりたいと、そのように考えております。以上でございいます天方委員はい あの確かに京、ま、奈、あ、は自転車道でございますけれども出発はまあ嵐山で桂川の河川敷において自転車、歩行者専用道あるいは自転車専用道ですかね、えっと、府が管理しているのかなと思いますけれどもその河川敷の中をそういう自転車道が走っている。 でそこについては、まあ、あの結果として、えー、競技用の自転車などで参加をされて、まあ、猛スピードでバッと走っていかはる方もたくさんおられますしそして、この頃マラソンブームですので、えー、いわゆるランニングをされて楽しんでおられるような方もおられますで、まあ、あの河川敷で、えー、そうやって自転車道があると同時に まああの上がりより河川敷をですね右岸左岸京都市内をですねずっと下流域に対して奈良や和歌山の方までこうなってるわけでございますけれどもまあしっかりとそのまあ自転車道の管理などについてもまあそれぞれ協力をまあ府が管理してたようちょっと事実あの間違ってたら大変申し訳ないんですけど あの要は危なくないように、えーまあ、競技用の自転車で走っておられる、そしてそこをランニングをされている、まあ、散歩もされているような状況もあって、ちょっと危ない部分もございますから、その辺もちょっと注視をしていただいて、えーまあ、自転車については楽しんでいただけるように、取り組みをまあ進めていただきたいと思いますけど、最後、尋ねして終了したいと思います。和田市長 はい。えー、まあ、あのー、京南自転車道で申しますと、あのー、何て言いますか、利用していただきたい環境整備といたしまして、あの、誘導ラインとかあの、案内看板とか、そういうのも、あの、設定させていただいて、あの、使いやすい形にはさせていただいている。 とことますまたあの、パンフレットですねあの、ポケットに入れることができるようなサイズの,あのパンフレットも作っておりまして、こちらにつきましてもあの、交通量が多い箇所などの注意箇所、そういうのも示しております、あのまた、えー、観光エリアとかも紹介している、まあ、パンフレットなんですが、こういうのもあの活用して、まあ、安全対策にあの努めてまいりたいと、そのように考えております以上でございます。 質疑の途中ですが、1時間を経過いたしましたので、ただいまから換気を行います。しばらくそのままでお待ちください。 それでは引き続き質疑を行います。安井委員どうぞよろしくお願いします。えっ、ー、とまあの建設局の皆様方についてはですね、えー、まあ顧客なんかはね市民の皆さん方の、えー、接点であるとまあ、こういうこともありますけれどもどちらかといえば、えー、来ていただくとこういう感じなんですけれども、えー、皆さんの方はですね市民の足元へお伺いすると。 というような作業がです、ね、ほとんどであったと思いますし、えー、市民生活の、日常生活の中での、まあえー、住んでる周りのです、ね、周囲の環境のやっぱり保持、また工場ということで,です、ね、市民の皆さん方から非常に、まあ、ある意味では重宝がられてる部署だと思っております。そういいいいったた意味ではは、えー、局長についててて、ねえー、現場をよく知っていただいて また今、局長としてですね、統括をしていただいていると、私どもも議員になりまして、地元の伏見でありますけれども、伏見の所長としてですね、いろいろと地元の皆さん方に貢献していただいたという経過もよくしておりますんで、非常に、まあ、今回、定年ということでございますけれども、頑張っていただいたということで、お礼を申し上げたいと思います。それとです、ね、今回の 東区緑事務所統合についてのですね、ちょっと意気込みをちょっと広い表明していただきたいなと思います。谷口局長。はい、えー、先生本当にありがとうございます。あの、えー、先生にはあの藤島、えー、土木事務所長の時代から本当に。 えと,いろいろとお世話になりました本当にありがとうございますあの、まあ、我々、えー、といろいろな、えー、と土木事務所長経験者あのいろいろいますけれどもやはり、えー、と土木事務所と市民の関係で言いますと、まあ、ダイレクトにこう要望していただきながら要望に応えていくで、えー、お礼を言っていただくというのが、まあ、またエネルギーになる部分もあるんですがやはりあの、えー、と議会の先生の皆様方っていうのは えと市民の要望を聞いて100、100%のお答えができるときには我々もいいんですが、なかなかそういうお答えができるときばかりではないっていうときに、いつもあの間に入っていただいて、ある意味、市民の方々の意見を取りまとめていただくとか、あるいは我々が言いたいことを少し翻訳して、市民の方に伝えていただくとかっていうようなことで、本当にこの間、えーと、お世話になったなというふうに思っております、本当にありがとうございます。 でえー、と先生の方からありました、あのまあ、まさにあのいろいろなところで、えー、本日もお話出てます、あのえー、来年度からその土木事務所がさらにレベルアップを図ろうというふうなことで考えております、でえー、先ほど来、まあ、話が出てますように、まあ、今の方からも、まあ、3つ効果があるというふうな話の中で、まあ、特にこの間、えー、ここ10年ぐらいは、えー、と土木事務所長を経験させていただいて、 土木事務所の取りまとめの、えー、と今、土木管理課長を経験させていただいて、防災の部長、土木管理部長で、担当局長、局長ということで、まあ、あの常に、えー、と自分の頭の、えー、一番、えー、高いところに、まあ、災害対応、市民の安心安全っていうのが、この10年ぐらいずっとあったのかなというふうに思ってます。 えとその思いで言いますと、やはり来年度、まあえー、と自分があの船出に、えー、といてないというふうなことはありますが、さらにあのレベルアップする、えー、と土木事務所の準備までさせていただけたというようなことは、えー、最後の年にそこまでさせていただいたということは、本当に幸せだったなというふうに思っています、えー。来年度いよいよよ出発にななりますののでさ、えー、さらなる、えー、と先生の皆さんの応援を得て 頑張っていきたいというふうに思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。安住委員、もうありがとうございます。えー、またね、えー、後に引き継がれる皆さん方も多いわけでありますから、まあぜひ今局長のですね、そ、え、う、ー、い決意のまた、えー、継承をですね、まあぜひお願いをしたいなと思うところでございます。えー、さてまああの、えー、これまでのまあいろんな質疑応答の中で、特にあの建設局が また、道具事務所その他がですが、ね、やっぱり地域の経済、特に下請けを含めて自宅事業、こういったことのやっぱり橋渡しをしていただいております、そのことによって、地域経済、また下請け企業の育成、そして先ほど来ご答弁ありましたように、災害時のです、ね、いろんな協定の問題、これも年々やっぱり拡大をして。 取るようになりますけれども、まあ今後、えー、いろいろな災害が今まで以上にまあ予測されとるわけでありますけれども、まあこういった、えー、未知,知識ですかね、えー、企業との、えー、ですかあの契約で、えー、協定で市民の生活をしっかりと守るというようなことも必要であるかと思います。えー、これあのあの消防の出ず出ず目もですね。 企業の車両がやっっぱり走ってくるとこういうこともありましたし、こういったことについては継続的に拡大をして、市民の財産、生命をですねしっかり守っていただきたいなと思うところでございますので、その辺についてまずちょっとお伺いをしていきたい、今後の流れとしてですねお伺いをしておきたいと思います。今井部長 はいあの今後の、えー、防災対策、えー、災害対応についてでございますあのまずあの今回土木事、えー、土木緑事務所設置のまあ大きな目的というのがあのまあ、えー、今最近の、えー、災害の頻発化激甚化ということであのまあ 基本的にはこれまで道府事務所がその対応を第一線で行ってきたわけでございますが、この間、長年にわたりまして、市政全体でいきますと、職員の定数の適正化というようなことをやってきた中で、道府事務所の人員も長いスパンで見れば減少してきたというのが実態でございます。で、この先見ますと、やはりなかなか難しいという問題意識の中で、今回、 えー、緑管理事務所と、えーまあ、統合してあの、人員として、団体としては増強することで、あの今後もあの引き続き、えー、災害対応、市民の安心安全を守っていけるための、えー、体制をやっぱり作り直さなければいけないという問題意識で、今回、まあ、こういう取り組みをさせていただいたものでございます。で、あのー、その災害対応にあたりましては、当然、あの我々市職員がまずは出るわけですが、 一方で、実際の個別の作業ですね、現場現場の作業については、あの先ほどもあの谷局長申しましたように、あの地場のやっぱり事業者さんの手を借りないとなかなかやっぱりやっていけてないというのが実情でございまして、あのそういった事業者さんとは、まあ、これまでからの業界団体に通じたあの協定等を締結をしておるんですが、あのとはいえ、実際に本当に動いていただくためには、やはり日々から、 えー、しっかりと業務にあたっていただいて、実際にいざという時にも動けるような体力を日々、寛容していただかなきゃいけないというのが大事だと考えております。あの我々の建設局の発注する事業の、えっと、99%が市内の中小の事業者さんにまあ受注をしていただいているということで、まれ、あ、わがしっかりとまあ仕事をお願いすることを通じて、そういった市民の安心・安全も結果的にあの守られると。 いうことで考えておりますので、あのまあそういった観点も含めてあの体制をしっかりと引き続き守っていけるように頑張っていきたいと思っております。野村<井>、ありがとうございます。ぜひですねそういったことも継続しながらしっかりまあ防災の面もですね対応できるように頑張っていただきたいと思います。えー、今回まあその土木緑のまあ統合についてですね少しいじめで聞きたいなと。 今後、防災の関係で,です、ね、総合的な総合力の強化ということも書かかりとるわけでありますけれども、それぞれこれまで緑の事務所、道具事務所、それぞれ専門的な部分が多い感じがありました、確かに一部では共通する仕事もあろうかと思いますけれども、そういった意味で、少し専門的な、それぞれの専門的な仕事があったと思いますけれども、今後、そういったことをですね、 どのような形でそれぞれ人材を育成をしながら、両方の,この仕事、業務をですね対市民的にこなしていくということで、人材育成については、非常にまあちょっと気になるところでございますけれども、その辺について、よろしくお願いします。今井部長 はい、あの今回の土木緑事,、えー、事務所の設置によりまして、まあ、これまで緑、まあ、関係で言いますと2箇所の緑、えー、管理事務所が、まあ、公園で言いますと全市の公園を管理してきたでそれが、えー、今後は、まあえー、土木緑事務所、まあ、8か所の土木緑事務所であのそれぞれの管区の、えー、公園を管理していくということで、まあ、そういう意味で言うと、まあ、先ほどから、まあ、ご存じすワンストップであったり あるいは1、えー、つの事務所が管、まあ、内の公共土木設をすべ、まあ、て一元的に管理する、これが1つのメリットあ、狙いでございます。ただ、その、えーまあ、反面といいますかあの、裏の面でございますが、あの従来であれば、えー、緑管理事務所が公園を、まあ、専門的に管理していた、そういう意味で非常に専門性を担保できる体制であったということが、まあまあ、そうでなくなると。 という面があるのは、もうご指摘のとおりだと思いますし、あのまあ、今回え、こういう組織改正をするにあたりまして、そこのところが、えーまあ、負の側面にならないようにしなければならないというのが、まあ我々として留意すべき点だったということでございます。あのそのためあの、まああの、職員個人で言いますと、従前からあの、まあ、ジョブローテーションをしておりますので、まあ、多くの職員があの土木と緑、両方経験をしておるんですが、 あのまあ、それに加えましてですね。あのまあ、この2年間、えー、マニュアルの整備であります。とか、あるいは実地的な研修みたいなものもあのやってまいりましたし。しえー、まあ、できる準備はこれまでの間あのやってきたところでございます。ただ、やはり何よりも。やっぱ仕事を通じたあの育成と言い,いますか。か、えー、技術継承というのはやっぱり。 やっぱり地になるものでございますので、あのその点についてはあの、現実には5月以降にあの地となる、肉となるものをやっていかなあかんとは思っておりますが、あのまずはできる準備事前の準備は最大限した上で、あで、統合した5月以降もあのそういった部分については、あの最大限あのレベルダウンにならないような努力、これは引き続き進めてまいりたいと考えております。安 まあ、ぜひあの、そういった皆さん方の,です、ね、その業務に対する能力が、えー、皆さんがて均等にやっぱりこう備えられるようにですねおいていただけたいなと思うところでございます。それと、一つはシステム的な問題でありますけれども、これまでまあ道具事務所が、民家を含めて、市民の皆さん方が直接画像をついたり、また、いろんな。 連合自治会とかです、ね、地域の自治会から連絡が入って、まあ、いろんなことをやっていただいております。でこれまで緑の方もそういうシステムじゃなしにどっちかって直接お気になっている部分があるんですけどこのまあ統合された場合ですねその3桁円の中でこれまでの土木に関することこれまでの緑に関することこれが一緒にこう作動するということになるんでしょうかなその時の システムの受け入れの問題ですな受け、受けて、そしてそれをどのような形で現場へ行ってもらうと、この辺についてはどのようなお考えでしょうか今井部長。はい、あの三つけ隊につきましてはあの、実は従前からその緑の関係、公園の関係につきましても、あのご要望いただいたものについては、あの対応してきた分が、えーあの、対応してきたところでございます。ただあの、まあ、実際あの まあ所,所管の問題で言いますとあの土木側で作ったシステムですのでなかなかそういう部分の周知が十分でなかった点もあったのが事実かなと思っておりますあの今後につきましてはあのそれこそ組織として統合、えー、一元化しますのであのその密家、えー、隊の活用についても最大限あの、まあ、使えるようになりますのであのその周知も含めてしっかりとやってまいりたいと思っております。野心 まあぜひやっぱりそういったシステムがですね、こう狂いますとちょっとま市民対応も困る話になりますから、まあぜひそういった意味で今までのシステムをまあさらにまあ充実をすると、そんなこ観点でもよろしくお願いしたいなと思うところでございます。もう一点やっぱりスペースの問題、それぞれの土木事務所がまあ従来の作業でずっと来ておられるわけですけど、まあここへここへ緑の方の事務所の方も来られると、まあこれ。 来られるということでありますけれども、そういった各事務所のですねスペース、また資材の確保の問題、まあこういったことについてのちょっと、えー、皆さん方の対応についてお伺いしたいと思います。今井部長、はい、あのまあ東区事務所、緑管理事務所いずれにしましても、えー、資材、機材、重機これがないとまあ仕事にならないというのが実情でございます。そのためあの統合にあたりまして必要な資材、それから今あるスペースっていうのを まずはしっかりと確認をした上で、あで、実際にまあ入るかどうかというのは、綿密に検討しておりまして、えー、まああの結論で言いますと、しっかりとしたスペースに対して、必要な機材をあの配置できるような準備を今、万全を期して、ですね5月からスタートしていただきたいと思いますので、よろししくお願いします5時を回りましたが。 質疑予定者はあと2名ですので、休憩せずにこのまま続けたいと思います。ご協力お願いいたします。進行いたします。山岸委員。山岸委員どうぞ。それではよろしくお願いいたします。 私からはあのまずあの河川整備についてお尋ねをいたします。の近年の大雨台風によって河川の安心安全に注目が集まっております。まあその中でまあ河川は国府市のそれぞれあの管轄がありますけれども、やはり今後はお互いが連携して総合的に取り組む必要性が高まっていると思います。まあそこで河川整備における国府市の連携の現状はどうなっているのかについてまずはお尋ねをいたします。 小田担当部長。 はい、あの国風市の河川に関する連携についてでございますあの。先生、今ご紹介いただきました通り、市内には国風市の河川が流れておりまして、まあ、これ、つながっているということで、連携は十分あのし,なしていかなければならないし、大切なもの、そのように感じております。あのまあ、具体的な連携ということでございますけれども、えーまあ、連携につきましてはあの、個別の事業に関する協議、調整、こういったものはも,うもちろんなんですけれども、あのその他にもです、ねあの、例えばあの京都府とはですね、あの府市の河川 担当部署があ、まあ、連絡会議なども定期的に行っておりますしまたです、ね、最近ではです、ね、あらゆる関係者が連携する流域治水そういった考え方も重要視されているというような状況でございますあのそういったことからです、ね、国風刺があの河川とか治水についてです、ね、議論する場も増えてきているという状況でございますので、まあ、そういった機会を捉えてです、ね、あの情報共有、連携を図っているという状況でございます以上でございます。 山はい、だんだんとそういうあの国風刺の連携が強まってきているということを確認させていただきました、でそ,のそこで,です、ね、あの昨年末にあの嵐山の可動式止水壁が完成したということで、その式典に私、あの出席をさせていただきました。そののののの際に地元のあの住民のあの代表の方の ごのご挨拶が非常に印象に残ってたんですけれども、まあ、国風市がです、ね、しっかり連携をしながらあの住民の皆さんの,ままの思いをしっかり受け止めてですね、まあ、景勝地嵐山の景観と治水を両立するそれの取り組みが実現したということで非常に喜んでおられる姿があの印象的でございました、まあ、このようにですねやはり国風市が連携するだけでなくてですね やはりそ,のそこにあのお住まいの住民の皆様の、そのどう,うですかね、がこう日常的にその行政の連携の輪に加わって、意見、要望を述べるような、そういう仕組み、そういうことでこ、これからはですねあの河川行政を進めていくということが不可欠ではないかなというふうに思います。その中であの本市はまあ市は民に一番身近な基礎自治体としてです、ね あの国風とそれから住民のこう橋渡し役っていうんですかそういう連携役としての役割っていうのがです、ね、非常に期待されるんではないかなというふうに思いますでこのようなあの仕組みはですね行政にとっても住民にとっても私はメリットが大きいんではないかなと思います要行政側はですね行政が実施する河川の取り組みを住民にしっかりと説明することができると。 いうことで、住民の協力が得られやすいということにもなりますし、まあ、住民側は先ほども触れましたけれども、河川に対する意見、要望を伝えることができる、また、住民の河川に対する意識が向上するということにもつながるというふうに思います。まあ、このの件についいいてお、えー、お考えをお伺いをいたします担当部長 はいあのーまあ、市民の皆さんも巻き込んでというような河川の進め方ということかと思います。あのーまあ、今、嵐山の事例もいただきましたけれども、あのーまあ、河川事業というのはまさにあの市民の皆さんの安心安全につながる大切な事業で、あのーまあ、市民の皆さんのご理解、また合意形成、こういったことをあの図っていくことがです、ね、円滑に事業を進みますし、また早、あ、期、のー、の治水安全度の向上ということで、あのー、いいことばかりかなと思っております。あのー、まあえーのー まあ日常的に、まあ、市民の皆さんと 連携すするとといいうようよなことでございますけれども、まあ、あの私どもまあ事業を実施する際にはです、ね、あの地元説明会をしてまたあの工事の施工中もで,す、ねまあ、あのできる限り状況を地元の皆さんにお伝えして、えー、まあ円滑に事業をするといいますかそういったところに努めているところでございますしまたあの国や風の事業であってもです、ね、あの市民との橋渡し役ということで,です、ね、あのこれまで努めてきたというようなことで考えているところでございます。あのまあ日常的に というのはまあ先生がおっしゃっているのはあの趣旨としてはあの市民の皆さんとの対話する機会を少しずつ増やしていくべきだというような趣旨なのかなと思いますのでまあそこについては私どももあのこれまでえまあ事業のときにはあの取り組んでいますけれどもあのまあ機会あるごとにそういう市民の皆さんに情報発信を務めてまいりたいと思いますしまた、国は風にもですねえそういうご趣旨のことをですね伝えてまいりたい。ます。山木委員 どういうんですかね、出水期になるとです、ねあの、どこで災害が起こるんかということで、皆さん、本当に、まあ、あの大雨が来るんちゃうかということでこう、非常にこう緊張するようなあの状況が続く時期がありますけれども、そういうことがやっぱり起こっているのがまあ現実でございますので、ぜひともそういったあの住民と、それから行政側との対話の場っていうものをですね、えー、設置していただいて、そして、 あの安心安全の河川行政にぜひ、ね、努めていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それと、あのこの前の,あの補正予算のときにも、ちょっとあの排水機場のことを触れさせていただいたんですけれども、市内における河川の排水機場は11か所あると伺っております、うち10か所は京都市が管理しているけれども、残り1か所は国が所有、管理していると。 いうことで伺っておりま,すでまああの市民の命と暮らしを守るためですねやはり、えー、国との連携で、まあ、全ての排水場を把握してですね市民の安心安全の責任を果たすということがやっぱり大事なんではないかなと思います、えー、あのちょっと事前に頂いた,だいたこの排水機場長寿命化の修繕計画という中を見ておりますと その国が管理しているものは載ってないんですね、やっぱり京都市が管理しているものだけってなってて、ということになってまして、やはりそういったものも、京都市の責任でやっているものではないにしてもです、ね、やはりあの非常にこう、どう,うですか、排水機場っていうのは、市民の命と暮らしを守る大切なものでございますので、そういう状況はあの常に把握しながらです、ね、国とも連携していただくということが重要ではないかなと。 でそういうことをまたあの市民の皆様にちゃんと責任説明責任を果たしていくっていうことが大事かなと思いますので、えー、その点についてはあの要望をさせていただきたいと思いますで次にちょっとあの道路整備のお話をさせていただきます、えー、っとこちらについてはですね、えー、っとあの これまでのあの道路整備の考え方の変遷についてお伺いしたいなというふうに思っております。あのバリアフリー化とかですね、歩く街の取り組みなどからですね、車から人中心へとあのどう,うですかね、道路整備の考え方も変遷してきているように思うわけですけれども、当局の認識はいかがでしょうか。福田に部長。 はいえー、議員から今、お話のございましたように、えー、昭和30年代後半のまあ高度経済成長期、この時代は当時、社会問題化しておりました交通事故対策や渋滞対策のため、えー、多くの横断歩道橋を設置するなど、えー、車の円滑な通行を優先する、そういった、えー、道路の整備が進め,進められてきたというふうに認識しているところでございます。 急速な少子高齢化が進む中、人と公共交通優先のアルコバチ京都、この実現を目指す本市では、主要な駅や駅周辺の道路のバリアフリー化事業、あるいは人と車の共存を図るコミュニティ道路の整備など、人に優しい道路整備を進めているというのが現状でございます。以上でございます山岸 とということはやっぱり人中心の道路整備っていうのを今あの車からこうだんだんシフトしてそうなってきているということで認識させていただきましたで実はあの私の地元にあります伏見区の外環状線のものも山南非常に小さな話で恐縮なんですけれどもあの以前はあの歩道橋がありましたでそれがまあ老朽化して撤去されたという後の,あの交差点改良によって 私もあの適宜、いろいろな情報をです、ね、土木事務所さんからいただきながらあのこ,う、えー、この話あのずっとフォローさせていただいていたんですけれども横断歩道がです、ね、移設されたことによりまして整備前に通行可能であったルートが利用できなくなってそしてちょっと遠回りになりました。でそのことによってこう歩行者や自転車が 非常にあの通りにくくなったということで、いろいろなお声を、お困りのお声をお聞きしているような状況でございます。で、令和5年度の予算編成ではです、ね、土木事務所の維持補修にかかる予算ということで、補正予算等を含めてです、ね、あのより多くの地元の要望に応えられるような、そういうあの規模のですね、 あの予算編成にしていただいているということで本当にありがたいなと思うわけですけれどもこのようなですねやはりあの地元の声をしっかりと聞いていただきましてそしてこれはあの警察とも関わる話でございますまあ警察とも密に連携しながらですね先ほどあの言っていただいた人に優しい歩行者優先の,その道路整備というものを 進めていいいたただきたいと思いますし私、ちょっと付け加えて申し上げますと、以前あの代表質問でですね、あのまあ、人に優しい道路整備ということでいうと、あのどう,うですかね、いろいろ道路の工事、道路の工事というか、あのいろいろなあの公共工事をやって、そしてあの道路がでこぼこになってしまって、人が歩きづらくなると、そういうこともですね、よくあの、 京都市はあの景観をです、ね、大切にするというんですけれども、足元の景観というんですか、そういったこともやっぱり大事にしてほしいなと、歩きやすいやっぱり道路ということで、あの人に優しいです、ね、道路空間の整備ということも、ぜひとも、まあ、この機会にあのさらにお勧めていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。内谷部長 はい今、あの委員からお話のありましたように、桃山南口、これにつきましては、令和元年度に桃山横断歩道橋の撤去と合わせまして、交差点改良工事、これを実施したところでございます。えー、まあ横断歩道橋の撤去にあたりましては、周辺の交通環境や撤去後の歩行者の安全対策について、地元の皆さんのお声もお聞きしながら、慎重に検討してまいったところでございます。また 京都府とも十分に連携を取った上えで、歩道部の拡幅工事やそれに伴う横断歩道の新設、移設など、交差点改良を進めてきておったところでございます。改良後の新しい交差点につきましては、京都府警との協議を行う中で横断歩道、横断歩道を3カ所新設、そして1カ所移設するということで、横断歩道橋を上り下りしていただいた階段を、 階段で上り下りしていただいてたんですけども、これをそういうことをすることなく、平面的にバリアフリーにも配慮した安全な歩行者経路に変更しているというのが現状でございます。一方であの委員からご指摘のありましたように 地域の皆様にとっては、以前のルートよりも遠回りになるというふうなことがございまして、大変ご不便をおかけしているというふうな認識を持っているというところでございます。今後もですね 地域の皆様からのお声をしっかりとお聞きするということを続けていきたいと思いますし、京都府警に対しましては、しっかりと意見を述べていくということもしていきたいと思います、さらに、えー、府警との連携も深めながら、人に優しい歩行者優先の道路整備、これを推し進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございます山岸 えっとまあ先ほどあの地元のあの皆さんのあのご意見、ご要望も踏まえながらということなんですけど、やっぱり、あのどう,うですかね、新しくこう交差点があのどう,うですかね、あの設置されるというんですか、あのいうことで、なかなかその住民の皆さんの、そのあどう,うですかね、こう機場でこうこういう計画でやりますよっていうものを見せられてもですね、あまあ、 それが本当に自分たちの移動によをどういうふうな影響が伴うのかというのがなかなかこう分からないということもありますのでその都度その都度になって本当恐縮なんですけれどもやはりあの住民の皆さん現状どう思っているかというあたりもです、ね、踏まえていただきながらあの改良できるところはまた改良していただくというような態度でですね あのできるだけまあ住民の皆さんの,あの声に寄り添ったような形で、これからまたあの道路行政を進めていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、質問を終わります、以上です。進行いたします豊田,豊田委員どうぞ よろしくお願いいたします私からは令和5年度予算について佐久区の事業を通信にお伺いをさせていただきたいと思いますまずはじめに道路改良の佐久区北部山間地域道路の部分改良についてはまこれまでから事業進捗を図られていると思いますけれども改めて事業の概要と現在の全体的な進捗状況をお伺いしたいと思います 長田担当部崎陽区北部山間地域道路の部部分改良についいてでございます先北部山間地域の道路は、急カーブや離合困難箇所も多く、また積雪時にはさらに通行が困難になることから、これまでから先陽区北部山間地域の皆様からは、通行環境の改善に対するご要望をいただいてまいりました。 そのため、左京区北部山間地域における通行環境の改善に向けて、地域の皆様の声をお聞きした上で、対策が必要な箇所を抽出し、平成30年度から左京区北部山間地域道路の部分改良として、対比所の整備や見通しの改善などに取り組んでまいりました。 全体的な進捗状況といたしましては、現在までに地域の皆様と協議が整った8か所で部分的な改良が完成,し完成しており、現在工事中である1か1箇所についても、年度内には完成する見込みでございます。以上でございます。東大 はいあのこれまでに8か所で部分的な改良が完成されまして、年度内にはさらにもう1か所の工事が完了する見込みとのことでありますけれども、来年度の実施箇所と実施内容についてお伺いしたいと思います永田部長、担当部長。はい来年度の実施箇所と実施内容についてでございます。先ほど北部部山間地域道路の部分改良としましまてては令和5年度当初において1箇所令和 令和4年度2月補正予算において4か所実施予定でございます、えー、補正予算と当初予算を合わせた13ヶ月予算としては来年度利号が困難な5か所においてえ工事や設計などを実施,し実施する予定でございます以上でございます。ではいい はい、あのこれまでの進捗状況と、まあ、来年度の実施予定が、まあ、よく分かったかと思いますえ地域の皆様の安心安全の向上のためには左京区北部山間地域道路の通行環境の改善は重要な取り組みであると考えております引き続きしっかりと取り組みを進めていただくようお願いを申し上げますえ続きまして強梁対策についてお伺いをさせていただきます 命を守る都市基盤防災、減災対策プロジェクトについてお伺いをさせていただきます令和4年度から第3期として命を守る共同健全化プログラムを推進されておりますけれどもこちらのプログラムの全体の進捗状況についてお伺いしたいと思います長長尾担当部長 はい、命を守る協力健全化プログラムの進捗状況につきましては、まずあの平成24年度から取り組みに着手いたしまして、耐震補強で57強老朽化修繕で325教、合わせて382強の対策完了を目指しております。令和4年度から新たに計画期間を5年間とする第3期プログラムに着手しております。 1> 第1期、第2期のプログラムを含めたこれまでの11年間で耐震補強29強老朽化修繕61強合わせて90強の対策が完了する見込みでございます第3期プログラム以降ではこれまでに比べて小規模な協力が中心になり数多く対策,が対策が必要になることからしっかり対策の加速化を図ってまいりたいと考えています。 はい、あのこの協力健全化の取り組みがまあ計画的に進んでいるということがまあ大変よく分かりました、第3期プログラムの2か年目に当たる令和5年度の実施箇所についてお伺いしたいと思います永田担当部長、令和5年度は、あの13か月予算ペースで,ござい、ま、では、えー約えー、約14億5000万の予算を確保し、耐震補給を3拠。 老朽化修繕38教を合計41教の対策を実施してまいります、以上でございます41教もの、まあ、多くの橋梁で対策が進められているとのことでありますけれども、このうち左京区における実施箇所はどうなっているのか、お伺いしたいと思います。長長尾担当部長 はいえー、先京区におきましては、緊急総道路上の橋梁である市原橋をはじめまして、14強の対策を実施する予定でございます。まあ、引き続き、えー、新技術の活用により、コスト縮減を図りながら、国の予算などを活用し、橋梁健全化の、えー、着実な進捗を図ってまいります。以上でございます。 はい、この全体で41一橋ある中3分の1を占める14橋ですがこちらが左京区の橋梁が占めているということでございまして左京区にはいかに橋が多いかということが立証されている数値かと思っておりますこの橋が通行できないと市民生活に多大な影響を及ぼしますので今後もプログラムに基づいて対策をしっかり進めていただきたいと思います。続きまして防災 防災対策についてお伺いをさせていただきます今年度も記録的な大雨が降りまして私の地元である左京区においても各所で道路の被害を受けたところでございます特に山間部においては大雨に伴う通行止めも発生し下賀大津線で砲土等により通行止めが発生したところでございます そこで改めて生活に密接に関係する道路防災に対する備えは必要不可欠と考えておりますけれども災害を未然に防ぐための災害防止事業の取り組みについて確認をさせていただきますまず京都市内全体の取り組み状況についてお伺いしたいと思います長尾担当部長 はい道路の安心安全を確保するため、災害防止事業は重要と考えておりまして、本市では道路乗り面維持保全計画を策定し、計画的な対策を行っているところでございます。対対策策優先箇所のうち緊急所道,路道路である対策が必要な 90箇所のうち55箇所が完了し、緊急走道路も含めたすべての対策が必要な560箇所のうち207箇所が完成する予定でございます。令和4年度は市内の緊急走道路や国道,国道など17路線47強で、乗り面の安定化を図っ,て図ってきたところでございます。以上でございます はい、あの市内全体の取り組み状況については、あのよく分かりましたえ、続きまして、来年度の左京区における取り組み状況について、お伺いしたいと思います長尾担当部長、はいえー。令和5年度ではです、ねあのえー、13ヶ月予算で、えー、7億2000万全体で、えー、あの予算対策、予算計上をさせていただいたことでございます。 議員からご案内ございました、作業管内ではですね、えー、国道367号や下鴨、静原、大原線など7、7路線9箇所におきまして、工事等を対策進めているところでございます。予算額としては、1億4000万を計上しており、引き続き道路の防災機能の強化を図ってまいりたいと考えています。 左京区にはその道路を通行しないと、まあ、その集落に行けないといった箇所が点在しておりまして今ある道路の防災性を高めるために道路斜面の補強ですとか橋梁の補修補強また左京区北部山間地域道路整備で部分的な改良は非常に重要と考えておりましてぜひともしっかりと進めていただきたいと思っております。 あの一方、その道が災害等でどうしても通行止めになってしまったらまとんでもなく遠回りですとか迂回を強いられることもあるわけでございましてそういった地域においてはもう1本別の道路があればいいかなとも思っております。 ましかし、限られた財源の中で新規の道路整備はなかなか難しいのは承知しておりますけれども、まあ、道路の多重性、労働のリダンダンシともいうらしいですのでそういった観点もぜひとも取り入れて検討をいただければと思っております。ままたたたそのの検討にあたりりしては住民のニーズであったり 道路整備に必要な用地買収における地元の協力体制、熟度の高まりなども今後、事業を進める上で大きなウエイトを占めるかと思っております。それらを捉えた上で、事業の進め方ですとか、優先順位の検討材料に加えていただきますよう、要望して質問を終わらせていただきます。 以上で質疑をされた方の発言が終了いたしました。これで建設局の審査を終わります。理事者、お疲れ様でした。明日3日金曜日は午前10時から保健福祉局の審査を行いますので、よろしくお願いいたします。本日の分科会はこれをもって参加いたします。委員の皆さん、お疲れ様でした。